お世話になっております、マサルです。今回は SAML を使ったシングルサインオンについて一緒に勉強していきましょう。今回学ぶ内容です。まず最初に SAML について概要を勉強します。その後 SAML を使ったシングルサインオンの仕組みについても勉強していきましょう。それでは始めていきます。SAML はセキュリティ・アサーション・マークアップ・ランゲージの略です。サムルという方もいらっしゃいますが、今回の動画では SAML という呼び方で統一します。SAML はインターネット上で異なるウェブサービス間で認証をするために標準化団体オアシスが考案したフレームワークのことを言います。大まかな流れで説明すると、クライアントがサービスを利用したいときに、このサービスを提供しているサーバーが認証をするのではなく、認証を行うのは認証情報を管理している別のサーバーです。クライアントは別の認証サーバーにアクセスして、認証が OK なら、アサーションという XML でできた情報をもらって、アサーションを提示することによって、利用したいサービスをサーバーから提供してもらえるようになります。次のスライドではもう少し詳しく SAML の流れを見ていきましょう。それでは SAML を使ったシングルサインオンの流れを見ていこうと思いますが、その前に SAML の構成要素を見ておきましょう。 SAML の構成要素は大きく3つあります。認証を行うアイデンティティプロバイダー、そして実際のサービスを提供するサービスプロバイダー、最後にサービスを受けるクライアントです。 SAML を使ったシングルサインオンを実現する方法はいくつかあるんですけど、今回は HTTP のリダイレクトを利用する方法で説明します。あらかじめアイデンティティプロバイダーとサービスプロバイダーは信頼関係を結んでおきます。クライアントは Web ブラウザを使って利用したいサービスプロバイダーのサーバーにアクセスします。この時サービスプロバイダーでは認証を行いません。うちのサービスを利用したければこちらのアイデンティティプロバイダーにアクセスして認証してくださいというリダイレクトを応答します。クライアントはリダイレクトを受け取って指定されたアイデンティティプロバイダーに対して認証要求を行います。アイデンティティプロバイダーが用意している認証サーバーで認証が OK の場合、アイデンティティプロバイダーはクライアントにアサーションを発行します。アサーションというのは XML 形式のファイルです。具体的にはアサーションに含まれる情報として、認証したサーバーや認証した時間を表す認証情報と、利用者の名前や属性を表す属性情報、利用者がどのファイルにアクセスできるのかを表す認可情報などの情報が含まれています。アサーションを受け取ったクライアントはサービスプロバイダーのサーバーにまたリダイレクトされアサーションを提示します。アサーションを受け取ったサービスプロバイダーはアサーションの内容を確認してクライアントに応じたサービスを提供します。これが SAML を使ったシングルサインオンの流れです。この時押さえておきたいポイントは、アイデンティティプロバイダーとサービスプロバイダーの間でパスワードなどの認証情報のやり取りをしていないというところです。パスワードなどの認証情報はリダイレクトを使って直接クライアントからアイデンティティプロバイダーに送ってもらっています。この仕組みのおかげでパスワードなどの認証情報が流出するリスクを下げることができています。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最後に最近ハマっている落語を意識した IT 落語を用意してみました。最後まで動画ご覧いただけると嬉しいです。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティとツイッターを使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは CCNA の合格を目指す人だけではなく、 CCNA は取得したけれどももっと深く学びたいという方や、開発系のエンジニアなんですがネットワークのことを知っておきたい方など、様々な人が参加してくれています。無料お試し期間も用意しています。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最近は物騒な世の中になりましてね、 SNS なんかやってると DM と言われるダイレクトメッセージいただくことがあるんですね。本当に、ね、そういうメッセージいただけるの嬉しいんですけど、このメッセージ本当に信用していいのかなって、疑わなくちゃいけないわけなんですね。お話したいから LINE してくださいという内容だったり、簡単に稼げる方法を教えますという内容だったり、本当に怪しいなと思うメッセージから、ちょっと判断に迷うなというメッセージもあったりするんですよね。
そんな時 DM を送ってくれた人が自分の知人とつながっていた時はやっぱり信頼できますね。今回学んだ SAML も信頼したアイデンティティプロバイダーが認証したっつーなら信頼しましょうってことなんですね。私もこれから頑張って動画を作って皆さんに信頼していただけるように頑張っていきたいと思っておりますので、引き続き皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。